今日やっちゃう？これ今日やっちゃう？辛いやつ？今日やっちゃう？やっちゃおっか！やっちゃいますか！やっちゃいましょう！はい、どうもなぎです。ニコちゃんが後ろにおります。激辛企画第1弾。体力がゼロになるために激辛ソースを食べろー！イェイ！今回のこの企画なんですけども、サイゲームズさんから先日新しく出た、ワールドフリッパーというゲームで行いたいと思います。このゲーム、どんなゲームかと言いますと、キャラを操作して敵にぶつけることで敵を倒す、ノンストップ体当たりアクションゲームとなっていて、キャラを育成したり、スキルを組み合わせながら戦うことによって、より強力な攻撃もできるし、さらに、キャラのアビリティや装備の育成要素もあるので、やり込み要素もある、面白いゲームとなっております。体力がゼロになるとはどういうことか。今回の罰ゲームで見ていくのはここ。ここのゲージのバーがなくなったら、激辛ソースを食べることになっております。なんかデスソースだけだとすごい食べづらいかなと思ったので、キムチ用意しました。キムチの上にね、デスソースぶちまけていきたいと思います。取れるかな。うわ、もういいでしょ、これ。もういいよね。いや、こんなもんでしょう。うわ、こぼしちゃった。これで、いや、こんなもんでいいって。これでこう伸ばしとけば、十分でしょう。ほら、完成しました。激辛ソースかけたキムチ用意してきました。ちょっと部屋がね、キムチ臭くなってきた。辛い匂いが部屋の中ムンムンしてる。では企画の方を進めていきたいと思うんですけども、今回はこちらのボスバトルっていうので戦っていきたいと思います。ボスバトルっていうのは、通常は一人ではなく、みんなでやるような、バトルだと思うんですけども、今ちょっとですね、端末、自分の携帯じゃなくて、お借りした携帯でやっているので、キャラクターの体力がゼロになってしまったら、その数だけ激辛ソースをかけたキムチを食べるという、結構過酷な企画ですね。チャレンジしていきたいと思うんですけども、今回は、ボスバトルのレシタール、不使用レシタール。ちょっと、似せてみたわ、おすすめパーティーに。うん。おすすめパーティーの方がいいかなと思ったんですけど、せっかくだし、さっき出たキャラも使いたいなと思って、まあ、寄せてみました。パーティー A が、まあ、火属性を多く含んだデッキで、こちらで、まあ、勢力が下がったんですけど、こちらでやっていきたいと思います。行きましょう！緊張してきた！まあ、ちょっと秘策あるんですよ。ワールドフリッパー、ちょっとやってるとわかるんですけど、ダッシュって技が使えます。ワールドフリッパーでいうダッシュっていうのは、空中にいる状態でタップすることで、方向を変えることができるんですよ。で、これ使うと、より有利に戦うことができるので、まあ、こちらを秘策として持って戦っていきたいと思います。あと、ユニゾンですね。これ大事なんですけど、キャラクターを装備として装備できるんですよ。ちょっと今、わかったか？わかったかな？装備として装備できるってどういうことかというと、スキルが別で使えるの。同時に使えるんですよね。こっちのキャラクターとこっちのキャラクターのスキルが同時に使えることができる。そして、まあ、能力もちょっと上がるということで、これが、普通の装備とはまた別で大事になってくる。これが秘策です。緊張してきた！不使用レシタール！いざ尋常に勝負！はい！どんな攻撃してくるんだろうね。うっ！ちょっと待てよ。それは、なんかその弾絶対当たっちゃいけないような弾じゃん。避けなきゃだよ。あー当たっちゃった！やばい、待って、めっちゃ食らってる、一匹。ごめん。黄色だよ、もう。HP が黄色信号。で、あれ、防がないといけないんだよね。あれ。ブレイクしとかないと。あー、ダメだ。全然ダメだ。あー、死ぬ、毒ったー。待って、中級こんな強いの？フクロウ簡単に倒せたから。一人やってるとき簡単に倒せたから、もっといけると思ったのに。待って、体力が本当にギリギリ。あー、オッケー、ブレイクした。相手の攻撃をこうやって止めていくと、死なずに倒せるから、マジで狙おう。
さあ、焦るなよ。でも毒った、毒が本当にきついな。毒がきつい。毒がきつい。いや、毒がきついな。オッケー、一回。必殺技で。回復しないかな、これ。ダメか。回復してくれ。ダメ。あ、ダメだ。とりあえず、でも。ブレイクして止めた。よし、止めた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 。で、まだ死んでないよね。一匹もね。一匹も死んでない。あ、みんなの体力がやばい。みんなの体力がやばい。OK、赤いスライムの。スライムっぽい赤い子の必殺技も。あ、待って、これ死んだ。あ、死んでる、死んでる、死んでる、待った。待った、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 待った。アルク死んだわ。アルクやられた。アルクやられたってことは、じゃあ一口いただきますね。うわぁ、もう時間経っちゃってるからな。浸透してるよ。じゃあ、いきまーす。あ、これ。腹いとかじゃない。辛いとかの問題じゃないこれ。喉がやばい。焼ける。続きできない。もう死ねない。やばい。あ、相手の攻撃うせ。防がなきゃいけないのに。当たんない。あ、待って。待って、体力回復してる。生き返ったけど、あ、でも攻撃された。待って、もう食べたくない。もう食べたくないから頑張んなきゃ。スキル溜まってる？スキル溜まってる。あれ？死亡してます？え、ちょっと。スキル使おうかなと思って死亡してた。これあんまかかってないとこだ。これあんまかかってないとこだった。最初のに比べたら大丈夫だ。最初のがっつり、最初がっつり食らってたからな。激辛だったよ。激辛そうですよ。鼻水出てきたもん。涙と一緒に鼻水出てきた。あ、勝てる。勝てる。勝てるぞ。このままいけば勝てるぞ。あ、でももう死にたくない。待って、もうギリギリ死んじゃいそう。必殺技、必殺技とか、これで勝つ。いける。これで終わる。あ、よし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 。いや、でも死んだな、キャラクター。これダメなとこ。もう結構辛いの意外といける気がしないんだけど。あー、辛い。ここ辛い。これ顔真っ赤になっちゃった。あー、辛い。熱い。辛いし熱い。ただ辛すぎましたね。辛すぎました。みんなもダウンロードしてみて、しかも激辛やってください。キャラクターやられたらやってみてください。では今回はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。あ、やば、落ちちゃった。ストーリーもしっかりしてて、あの音楽もいいじゃん。音楽も凝ってるんよ。世界観も気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい。フィーバータイム、クソ気持ちいい。おー、爽快感。爽快感溢れる。終わらせろ。そのまま終わらせろ。お前、ダッシュ、ダッシュ、ダッシュしまくって終わらせろ。ダッシュ、ダッシュ、ダッシュ、なんか俺のチーム、すげえ分かれてね。
てか、なんでこんな味方増えてんの気づいたら。なんか CPU のキャラいっぱい増えてんの。もうスキル発動。あ、もういけるっしょ。いけ発射。あー、オッケー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 。いいでしょ楽しそうでしょいいでしょ